アクアポニックスという方法を利用し、魚の力を借りて水耕栽培で育てたリーフレタスの成長記録です。ご覧ください。不要な魚の排泄物を再利用して野菜が育つ栄養分を作り、無事に収穫サイズまで育ったリーフレタスの栽培記録でした。